って嬉しそうなのよ。痛い。はいはい、ありがとう。牙にやられもうた。あ、何？心配してくれてるの、ありがとう。ありがとう、ハル。柴犬豆が我が家に来てから早3年。ついに恐れていたことが起こってしまいました。和犬なら避けては通れない関門大きい。しかも今期はなんと会見あれも同じタイミングでやってきました。今までは春江の関門期が来てから豆の関門期がやってくるという感じだったのに、どうやら連日の寒暖差でタイミングがずれたらしい。気づけば家の中は毛だらけに。ということで今回は春豆まとめてブラッシングです。春江は掃除機大好きっ子なので簡単にケアできるんですが、問題は豆。早速いたずらしようとしてカレーに怒られてます。今は掃除機が嫌いなので、ハルエとバトルしている隙にブラッシングを試みる。掃除機を嫌がる豆をなんとかなだめつつブラッシングしていると、サンダルを持っていく豆。早速豆のいたずらが始まりました。豆を叱ろうと追いかけると、これや、これや、これやママの、これや、これやママの春への説教タイム。この速さ、さすがです。常に豆が何かしないかと目を光らせる春へ。春江チェックのおかげでおとなしくなる豆。これならいけるかもしれないと掃除機のスイッチを入れてみたところ、スイッチが入ってもおとなしくブラッシングさせてくれました。しかし
マメが少し嫌そうな声を出すと、すぐに叱りつけるハルエ。どうやらずっとマメにかかりきりなのも気に入らないらしい。ハルエもかまってほしかったようで、甘えん坊モードに入ります。何やらご満悦。もう掃除機いっぱいに毛が入っちゃったので、今日はこの辺で終わりにしようと思います。さて、ブラッシングとは別に舞い散った毛を掃除しようと思ったんですが、邪魔してくるマメ。私の声を聞いて駆けつけるハルエ。叱られてもへこたれないマメ、さすが最強の柴犬。この時私は左足を負傷。喧嘩している間に掃除をしようと思ったんですが、かえって喧嘩をする原因になってしまうので断念しました。もうやめるやめるやめるよ。マメに掃除機はダメだ。あ、いいよハル、ありがとうありがとうありがとう。しっかり叱りつけてくれるハルエ。ありがとうありがとう。さて、ここで私が負傷した足を痛がっていたら、痛かった、やられた、やられもうた。なんとハルエが慰めに来てくれました。何、心配してくれてるの、ありがとう。この気遣い、さすがです。お前は優しいな、本当に。なんでいい子なんだよ。ハルエ、ありがとう。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。おい、悪ガキめ、可愛いからいいけどさ。